カイルは大正6年に発表された菊池博の儀曲、善一幕。三度映画化、また舞台化もされており、同作についても本校で詳述する。高松市菊池博通りにある父カイルの銅像第四次新市長大正6年1月刊行の後に発表された。同人誌であったから一般には知られなかったが、3年後の大正9年に2代目。 一川猿之助によって舞台化されるとこれが絶賛され、以後本作は菊池博を代表する作品となった。明治40年頃のことである。かつて家族を帰り見ずに家出した父が、20年ぶりに落ちぶれ果てた姿で戻ってきた。母と次男と娘はこれを温かく迎えたが、貧困と戦いつつ、一家を支え、定米を中学まで出した長男、健一郎は、 決して父を許さなかった。父は家を去る。しかし愛願する母の叫びに健一郎は本意、弟を連れて狂ったように父を追う。1927年3月29日公開。制作は小竹キネマ。監督は野村カオルテキャスト1935年10月8日公開。タイトルは父帰る母の心。制作は第一映画。 配給は、松竹キネマ。監督は、寺門聖吉。キャスト1952年6月15日公開。制作は松竹。監督は、堀内真奈キャスト、ありがとうございます。